今18時半こんばんはじゃない、こんにちは。さっきね、ちょっとだけクマやってて、クマちゃん編んでて、尻尾ができた。尻尾が、尻尾がね。なんかちょっと傾いてるんだよな、顔が。結び位置間違ったかな、顔の。いや、ここで合ってるはずなんだけど、ほらちょっと固い。傾いてる。こうしたい。でもネックレス編んだらどうにかなるかな、編む時に。ネックレスね、首はどうにかなるかな。なんか首がちょっと傾いてる。合ってるはずなんだけど、こめちゃん、もうちょっと腕作って、足作って、首輪作ったら完成。あ、ギフトありがとうございます。 WY@ かげの守護神さん、だるまありがとうございます。うどさん、タコありがとうございます。あとはしんさんもタコありがとうございます。ありがとう。クマの次は何か作るよ。クマの次はまだ考えてない。とりあえずクマ、でもこういうの楽しい、作るの。こういうさ、なんていうの、アクセサリーじゃなくて、こういう、こういうの、こういうキットみたいなのあるじゃん。これ作るの楽しい。よいしょ。さっきまでちょっと寝ててさ、眠い。寝てて眠い。明日の配信時間いつ決めよう。夜のやつで、20時とかからのやつで決めます。明日のどうしようかなと思ってて、まだ全然決めてない。あ、そうだ、送ってくださって方がいて、あ、ちょっと電話のどこだっけ、こっちか。7時からと、7時から7時半、9時10分から9時半、12時15分から12時45分、13時16分から12時20分、14時20分から11時45分、16時25分から16時50分、17時30分から17時36分、19時19分から19時59分。
はず。その時自分の方覚えてない。今日意外と暑い。昨日とかまではさ、ちょっと涼しかった気がする。今日の方が暑い気がする。おいた、今日27度よ。昨日何つだったんだろう昨日の気温知らないから比較できなかった。タコありがとうございます。と、としのりさん、だるまありがとうございます。ケンジやとマーク、彼女はパンクさん、ハートありがとうございます。ありがとう。ニャコさんもハートありがとうございます。ワントマさんもハートありがとうございます。ありがとう。と、ウォリンスキーさんもハートありがとうございます。あとタコもありがとうございます。ウォリンスキーさん、ありがとう。みんなありがとう。暑い今日普通に。日本で一番気温を気にしないだろ。最終日はこの空気刻んだ方がいいのかな。最終日はそうだね。でも確かにたくさんした方がいい気もする。いい気がする。この送ってくださったやつ、ファンの方はいいかなって思って、私がやったやつあんまちゃんと決めてなかった。あ、写真撮ったのにめちゃくちゃブレてる。わかんないわ、消しちゃったから普通に撮ったのにめっちゃブレてたんだけど、いいや。そんなに触れない触れない。普通にこう写真撮って、こうやって撮って撮れたと思って、多分すぐ行ったんだろうね。移動したんだろうね。動いた。だからこれ下に置いてさ、ホワイトボード上から撮ってめちゃくちゃブレてた。もう消しちゃった。だから普通に撮ったと思ったの。今古いからかな。ちゃんと撮れてる。8時からとかの配信で時間決めます。明日の最終的なやつ。今日も早く寝よ今日も早く寝よ。いつも早く寝ようと思ってるんだけどさ、遅くなっちゃうんだよね。配信終わった後にさ、最後のお風呂入ってたら遅くなっちゃう。
日は朝からずっと、そう、明日は朝からずっと配信する予定です。負けて19時59分までなので、9時半の始まってすぐ風呂入るから寝れない。9時半、あ、これ9時半からのってこと？いや、お風呂入ってもさ、最後のワークさ、メイクして痛いじゃん。メイクして痛いから。だから。もう今ひたすらネットでかしか、合間ね、でもあんまなさそうなんだよね、明日。あんまない感じである。時間が空くときにメイクするからあんまないね、多分。とりあえずまた後で、なんだっけ、スケジュール伺います。と、まさむねさん、タコありがとうございます。ありがとう。が開いちゃった。開いた。目がめっちゃ乾燥する。何しようかな、今日は。昨日は質問コーナーをして、今日は何しよう。夜は髪型変えて、1時からのはスケジュール決めて、明日のここの9時半ではあんま時間ないからね。あ、でもそんなこと言ったら次もか。何しようかな、何をしてほしい明日とかを。どんなのがいいみんな、明日の。明日も髪型途中で変えれればなと思ってます。最後の配信とかって思ってる。10分くらいでできる。いや、じゃなくてもいい。あ、それか、できそうになかったら10分で、明日する、明日の配信で。山田教科クイズ、山田教科クイズ。何それ。髪型のバリエーションありますか。あんまないです。明日？明日？明日？バリエーション。明日は、そうだな。髪型。
回ぐらい帰れればなと思ってた。そんなに時間が空かないから、多分行けば帰られるけど、あんま空かなかったら難しい。明日も何するか決めてる。今日も髪型。たくさんありがとう。大城さんハートありがとうございます。とマトニーさんレインボースターありがとうございます。と西さんもレインボースターありがとうございます。ありがとう、ありがとう。たくさんハーフアップ、ハーフアップはまた今度するでしょ。いつか。あんまハーフアップしたことない。ライブとかも1回しかないわ。1回？いや2回ぐらいか。1回は違った。2回ぐらい。ねえ。普段は全くしない。ロールしようとしたら携帯が動いた。この明日何しよう。明日中にとりあえずこれを完成させる。これは配信外で完成させるね。でまいちゃん完成させて、あ、それかもどっかの枠で最後の最後で首輪だけみたいな完成させようかな。残しといて完成できそうな気がする。あともうちょっととかで、あとはどうしよう、何しようか。タコありがとうございます。ありがとう。この間質問募集したやつからよかな、なんか企画送ってくださる方もいたから、この間アーカイブで見れば見れるよ。アーカイブはどれだっけ、これか。そうだ、消しちゃったんだった、忘れてた。アーカイブ残ってないわ、やっちゃった。そうだ、消さなきゃと思って消したんだった。でも なんか覚えてる。なんか写真見返すとか、ビズ買った時と何何が、あ、これは違うの、自分で買ってないの、ファンの方にいただいたやつですきっと。いただいてきだから違う。
トッキンさん、アナルマありがとうございます。ありがとう。香港のアルマ、アットマーク、キョウキョウイさん、ハートありがとうございます。MST48 さん、レインボースターありがとうございます。ありがとう。モントモさん、タコありがとうございます。ありがとう。忘れてた、消してたの。完璧忘れてた。そうだ、消したんだった。うん、しなんかこっちあったっけな。こっちなんか、こっちの携帯ちょっと古いやつしかないんですけど、最近の写真は全然ないんですけど。古い写真も結構消してるからあんないな。ちょっとあるっちゃあるけど、あ、見返す写真、それもあり。朝はとりあえずなんかいつもと同じ感じで、朝、次の朝の配信か次のお昼の配信までにメイクするみたいな感じで。式の頃の写真、式の頃の写真、式の頃の写真、あ、こっちじゃなければあれか、ちょっと待ってね。戻っちゃった。初期の頃、めちゃくちゃ昔の。ハツと二人の写真見づらいね。1枚しかないんだけど、こういう見やすいやつが1枚しかない。お前写真撮ってなかったんだよね、本番。これしかない。隣初、そう、初との写真。じゃあ明日これ見せるやつするか、どっかで写真、写真の振り返りみたいなと、メモっとこう。メモ、写真振り返りと、何でしょうか。あ、クマ完成、クマの完成、クマ完成させて、どっかで最後の配信ぐらいは髪型変えるでしょ。初期の方のモデルは
ツーショット自撮りが良かったいいでしょ。マジで全然覚えてない私。全然覚えてないんだけど。分かったっけ？全然覚えてない。あ、残り5分？早いよ。あ、やば。ちょっと待って。じゃあランキング見ようかな。まあ後で企画考えよう。企画考える配信にしようじゃあ今日は。15分のやつとかしかないから。で、ここは明日のスケジュール考えて、まあ企画とか考えよう。ラストの明日のね。あ、なんだっけ。ギフトありがとうございます。ちょっとギフト読んでからランキング見ますね。ファニーさん、レインボースターありがとうございます。DD テルヒロアットマーク日々おしまし中さんも、レインボースターありがとうございます。ハマーさんハートありがとうございます。ありがとう。じゃあランキング読むか。13位から読んでいきます。13位トッキーさんありがとうございます。12位ウォリンスキーさんありがとうございます。11位 WY アットマーク影の守護神エンジェルゾイさんありがとうございます。10位大次郎さんありがとうございます。9位ハマーさんありがとうございます。8位無音のニャーコさんありがとうございます。7位バトニーさんありがとうございます。4位って言っちゃった。6位やばい自分。6位 MST ホッチーエットさんありがとうございます。5位マサムネさんありがとうございます。4位 C さんありがとうございます。3位オントモさんありがとうございます。2位ファニーさんありがとうございます。そして1位がニシさんありがとうございます。ありがとうありがとうございました。間違ったさっき。じゃあ次は18時半からです。一緒に明日の企画を考えましょう。まとめちゃった。いつもいつも60位間違えてる。大丈夫大丈夫。うん、あ、ちょっとだけ縮まった。ありがとうみんな、ありがとうございます。最後まで諦めずに頑張りましょう一緒に、ね、雑誌に乗れるように乗りたい。頑張ろう。そう、次の日は企画考えます。もう時間持ち合う。1時間は明日の配信スケジュールか。でも配信スケジュール先に決めちゃった方がいいかな。まあ両方決めればいいか。じゃあもうちょっと今日の最後の配信は三つ編みにしようかなって思ってます。ぜひ最後まで見に来てください。お願いします。あとちょっと明日で終わっちゃうんですよイベントが。早っ、頑張ろう最後まで。じゃあそろそろだね。じゃあまた次18時半で会いましょう。またね、バイバイ。また